あのまあそれをどうするかということをね今回初めてこちらに正式に訪問したことによってそれの具体的なことを今回きっかけとして推進していけると思いますと先ほどあったマッピングにしても今日本の SGI の青年たちが行っている活動にそういうファオのことをそれをこう一緒にマッピングできるってことも今具体的なアイデアとしてありますし。 またさっき言ったように、まあ、公明党の中心とした政府がこの FAO を具体的な形で推進していくそういうこともあのやっていきたいというふうに思ってます。で特にねで日本においては、まあ、国連というものは非常にねあの、まあ、皆さん高く評価しているけれども国連の中の機関としてユネスコとかユニセフに比べると FAO というのはねまだまだやっぱり、えー、に認知度が低いと思いますと。 そういうい点で我々が今回そのファオの認知度をねもっとやっぱり高めなきゃいけないやはり一番大事な食料の問題ですからそういう意味で今回もありました。